本日国に対して行政処分取り消し請求を提起しました。この資料を見ますと、致死率についての記載がないんですね。去年の7月の資料で、致死率について記載がないから、それを開示してもらいたい、致死率について開示してもらいたい、そういう申し立て、開示請求をいたしました。そうしたところ、国の方から去年の12月になって、そういうデータを持っていないから、作成していないから開示できない、不開示の通知が来ました。じゃあどうなんですかということなんですが、一昨年21年の7月、これはコロナ陽性患者未接種致死率、1回目接種者の致死率、2回目接種者の致死率っていうのが出てるわけですね。出てるのに1年後のにはですね、それを開示していないと、裁判で最高裁の平成24年行費33号で、26年の4月14日付で判決がありまして、過去にそういうデータがあるとか、そういうデータを持っているということが立証できれば、それは開示の要件を満たしているので、開示請求が認められると、そういう判例がございます。この判例についてはですね、ごく簡単に堤弁護士の方から説明してもらいます。弁護士の堤です。このお配りしている1枚目の判例では、取り消し、請求は棄却されているんですけれども、それについては、昭和47年の文書であるといった、ところが考慮されていると思われるんですけれども、他の事例では、ここに記載された、基準である、行政文書の内容や提出、作成、取得の経緯等から、保有、行政文書が保有されているということが、推認できる場合に、取り消し請求が任用されたという、事例も、上がっているので、本件でもこのような立証をしていく必要があるというふうに考えています。京都大学名誉教授の福島でございます。今は一般財団法人 LHS 研究所、新しい社会の構築を目指すラーニングヘルスソサエティ研究所というのを立ち上げまして、それを運営しています。それでこの研究所のミッションとして、やっぱりデータサイエンスに立脚したヘルスデータ駆動型のですね、健康医療政策を実現するということで、今いろいろ実行してます。その中の一環です。で、私実は京都大学に着任したのが愛知県がんセンターから、もともとがんの専門の医者ですが、2000年に薬害防止の講座を立ち上げるということで京都大学に招かれて着任しました。以来一貫して、薬害防止の科学とその研究と教育実践に、尽力してきました。そのうちの一つで今回こういうことになったわけです。でまず今申し上げましたように、データサイエンスを基盤とするデータ駆動型社会に今移行してきています。ですから正確なデータの継続的な収集と公開は国家の成り立ちの根幹に関わる事柄であります。しかしながら今回の一件を目撃するにあたって、これは由々しき事態、国家の存立に関わる重大な問題であると認識しましたので、医師科学者の立場からあえて、訴訟に踏み切らざるを得なかったということです。新型コロナウイルスワクチンの接種は有効性安全性に関してですね、リアルワールドデータの公開というのは、これはもう言うまでもなく国民の健康医療並びに生活経済に直結した決定的に重要な意味を持ちます。ですからこの公開をですね、政府厚労省はきちっとしていただかないといけないというふうに確信します。厚生労働省が新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードと、専門家を結集して、そこから意見を聞いて、政策に移しているわけですが、
そこに提出された資料から、今藤井弁護士が説明されたのはそこに提出された資料であります。まず7月1日から7月17日までのワクチン接種歴別の新規陽性者数についてのデータは、昨年の2022年の7月27日のアドバイサリーボードに提出されたれっきとした公文書でありますが、この65歳から69歳、70歳から79歳のところを見ていただきますと、未接種の人は10万人あたりの新規陽性者数がこの時点で 66.5、 それから70歳から79歳は 136.3、 2回目接種済みで65歳から69歳では 262.5、 それから70歳から79歳では 225.4、 なんと10万人あたりの新規感染者数、陽性者数はですね、2回接種済みで未接種者に比べて4倍ですね。それから70歳から79歳は 1.5 倍。じゃあ3回目でどうなのというと、65歳から69歳では 159.5、 それから70歳から79歳では 116.9 と。でこれが7月分と、それから8月分と9月分とアドバイサリーボードに提出された資料すべてを証拠書類として提出してありますが、どの時期においてもですね、同じような傾向があります。つまり高齢者にはワクチンを打ちなさいというふうに奨励されてきたわけですが、80歳から89歳はなるほど未接種者に比べてワクチン接種済みの方が劇的に感染者数、陽性者数は少なくなっています。この事実は極めて科学的に重要な事実であります。それでところがですね、ここには致死率、重症化率が記載されてません。じゃあ今までそういうことはなかったのかというと、これは昨年の7月のデータですが、次のページで、これもアドバイサリーボードに、昨年じゃ2021年の9月にアドバイサリーボードに提出された資料では、きちっと未接種者の致死率、それから1回接種者、2回接種者の致死率と書いてあって、赤字でですね、65歳以上では確かにワクチン接種によって致死率が下がっているけど、全年齢では未接種が 0.12%、 1回接種が 0.41%、 2回接種が 0.58% と、それから65歳未満では 0.04、 0.06、 0.08 とですね、致死率がワクチン接種によって高くなっているわけです。こういうパラドキシカルなことだ。すでに致死率についてのデータは公開してました。結局これはもうれっきとした公文書で、ところが昨年のデータでは全部それを削っているわけです。だから実際にワクチン接種によって感染は防げれないけども、重症化は防げれるんだ、死亡率も下がるんだという説明のもとに奨励されてきて、全年齢にこれが行われたわけですよ。だけど全年齢に打つという根拠はすでに2021年の9月のアドバイサリーボードでそれはもうなくなってるはずなんですね。にもかかわらず接種を進めてきた。つまり我々は政府が調べているれっきとしたリアルワールドデータがあるわけです。リアルワールドデータ、リアルタイムのリアルワールドデータがあって、ビッグデータの解析だ、データサイエンスの時代だと言いながら、データが生命線だと言いながら、全然それをきちっとやってくれていないと。これは国家の重大な危機だと私は認識です。そういうことから今回の訴訟に至ったということです。昨年の8月1日付で厚労省に情報開示請求を正式にしました。でそれに対してまず1回目は開示決定等の期間期限を延長することとしましたので通知しますと。で延長期間は10月1日までとなってます、ね、ところがそれでその日が来ても何ら開示のあれはないわけで、最終的に11月29日付で、下記の通り開示しないことと決定しましたので通知しますということで、不開示とした理由ですね、上記1の文書については事務処理上作成または取得した事実はなく、おかしいですよね、前にやってるわけですから、実際に保有していないため不開示としたと。で不当なら訴えなさいというふうに書いてあります。すみません、あと補足なのですが、令和4年における重症化率、致死率の、データについてなんですが、アドバイサリーボードの資料で、ごく一部の県で、ごく一部の期間においての重症化率、致死率というのは公表された例があります。ただ、全国をまとめたものを継続的に出しているということがあります。
たくさんのお金を使ってですね、じゃあ国民の手元に残ったのは一体何なのかと。2000を超えるワクチン接種後の死亡症例の集積、さらにこれはもっと増えると思いますし、報告されてない死亡例もたくさんあると思います。だからそれは氷山の一角と我々は医者は見てます。現場の医師も多くの医師が同じような感覚を持っている。だからワクチンが本当に効いているのか、それによって重症化率が下がっているのか、死亡率は下がったのか、これは検証しないといけない。これだけのお金を国税を使ったわけですから、検証してもらわないといけないと。私は医師や科学者としてのみならず、一国民の一人として、納税者の一人として、それは国としての義務でしょうということを私は申し上げたいのです。それからたくさんの被害者に対して、直ちに救済措置を取るべきだ。それはもう法律を新たに作る必要はない。あるわけです。現在の予防接種法、ワクチン接種による被害に遭った人に対する救済というのはきちっと判例もしっかり出てる。その要件も決まってるわけですよね。だからそういうことはきちっと国としてやるべきことはやってくださいっていうのが我々の趣旨です。さらにその安全性について疑念が生じた以上、もう米国ではファイザー社の提出した全資料が公開されてます。裁判で負けて。だから日本も同じように公開しなさいという請求、新たな情報開示請求をしました。菊池の方から話します。2023年1月31日付で、新たな情報開示請求を、新たな行政文書開示請求書を厚生労働大臣宛に提出いたしました。まず1件目が、新型コロナワクチンの詳細な安全性に関わる非臨床試験の全データ及び非臨床試験で生じた有害事象の全データ。そしてもう1件が、新型コロナワクチンの購入契約書について、この2件の開示を請求いたしました。でこれはアメリカをはじめですね、世界各国で、情報開示されてますので、これは当然開示されてしかるべきものと思いますから、これをもし情報開示として国民の前に明らかにしないのであれば、これについても訴訟します。だから私の思うには、こういう国民の安全、それから健康、そして経済活動について決定的に影響を持つ重大な国民の利益に関する情報について開示しないのは著しく不当であり、これは許せないというふうに考えます。これはお手元にお配りした薄いブルーの封筒の中に論文としても公開してます。からワクチン接種後5日後にですね、接種5日後に亡くなった28歳の男性、健常な男性です。8月の健康診断、会社の健康診断でも全く異常のない、病気にかかったことのない人が5日後、朝起きた時に奥さんが見に行ったら死んでたと。でそれを司法解剖になりますが、調査法解剖で大学病院で解剖したら心臓が溶けてたという話です。だから大門金融会による電撃的な心不全で亡くなったということです。その亡くなる前日、寝る前まではちょっと熱があるということでバファリンを飲んでた。厚労省の推奨する薬です。それについて大門金融会による心不全による死亡と、でそれでワクチン接種関連死として推定として解剖報告書が厚労省に提出されています。にもかかわらず、これに関しては不当にも因果関係については評価不能としてガンマとして公開されています。厚労省の公開している全データ、今1355番です。ご覧ください。これについて何ら保証も何もない。ちゃんとした法律に基づいてきちっと死亡者、遺族、そしてワクチン接種でその後後遺症で苦しんでおられる何万人の方々にちゃんとした謝罪とそれから補償するべきですよ。法律があるんだから、私どもは法律に基づいてやるべきことをやりなさいと言ってるんです。情報公開請求もそうです。今の通りです。データサイエンスということで先ほど言われたんですが、この間ですね、反ワクチンという言葉が非常に大事な議論を阻んできたまあね、いろいろ世の中にありますからね、反ワクチンってレッテル貼ってものが済むわけじゃないわけですよ。これは科学、医学、とりわけ臨床医学の重大な問題ですからね。今データが取れるようになった、 AI を使って解析できる、洞察力もさらに我々は倍化できる、その時に洞察しないでどうするんですか。だから反ワク、3ワク関係ないですよ。私はサイエンス、
医学、臨床医学、とりわけ国家の成り立ちに関わることについて心配してるのだって、私は反ワクでも何でもいい、ね、レッテル貼る人は貼ったらいい、そんなものは自分がワクチン無限地獄に陥ってるだけなんだから。そして厚労省の中にいる人たちがきちっと事実を事実として認め、ね、不都合な事実は隠そうっていうのはね、とんでもない話ですよ。そんなものいずれ光が当たって照らし出されるわけですから、一時しのぎでもそういうことはやってはならない。国を危うくすることですよ。大学人の知力は一体何なんだっていうことですよ。え、何がサイエンスだ、え、何が大学だ、冗談じゃない。会議の先生はみんな疑ってるわけだね、問題をちゃんと実感してる現場で。この長尾先生はいち早く現場で実感した方ですよ。でそういうことを反枠というレッテルを貼って、え、まあやっぱりね、正直あのここのところはきちっとメディアの方に、日本の科学技術立国とは一体何か、大学の使命とは一体何か、科学を論文書いてそれで越に行ってるなんてのは愚の骨頂だ。科学は実践にまで持ってって初めて科学なんですよ。学問というのはそういうもんだ。実践の伴い学問なんていうのはそんなものは虚学と言うんです。虚学と実学、実学を持ってしない限り日本は国が成り立たない。もう逼迫してます。だからそのことをもう一度、科学技術立国とは何か、これを政治家、行政、それから産業、国民、特に大学の先生方、科学を持って生きようとしている、税金を使って生きようとしている人たちについて訴えたいんです。免疫学者がずっと黙ってるこのことについて、ね、基本的に科学と医学、特にとりわけ臨床医学の方からきちっと見れば、何ら難しいことではないんです。本当にワクチンの被害を受けた患者の方、あるいは亡くなった方、泣き寝入りのような状態だと思うんですね。今後、福島先生が例えばそのデータを集める、例えば共同研究をする、何かこうその患者さんのために向けてですね、こういう行動をしようというような動きがありましたら、はい、もうこれはですね、フランスの研究者からオファーがあって、これであの今もう正直世界中で大問題になってるんですよ。あのコロナワクチンの後遺症、それからワクチンによるあの健康被害、ここはスパイクタンパクで一致しているわけです。だからそのスパイクタンパクを染めることによって、例えばバイオプシー、生検のあのサンプル、あるいは血液のサンプル、あるいは骨髄のサンプル、あるいはこの病理解剖した方からのサンプル、そういうところからサンプリングしてですね、末梢血管あるいは臓器そのものに対してついてですね、スパイクタンパクを染め出すことができて、こういうのはもう試薬売ってますから、単純にスパイクタンパクの抗体で染め出すだけですから、それを高知大学の皮膚科の佐野教授は、皮膚科の患者さんについてヘルペスが非常に悪くなって潰瘍みたいになっちゃったとか、あるいはわけのわからない発疹が出て、それバイオプシーしたら、調べてみたらそれでスパイクタンパクで組織が光るということになる。だからそういうことを今もう研究を開始します。基本的にこれはいろんな先生方と連携取った上で開始します。それが1点ですね。だからメカニズムとして、病理細胞学的なプロセスとして何が起きているかについては後から分かる。で今後起きた人についても、もうすでに病理学会や、法医学会は声明出しています。解剖をきちっとしましょうということで声明出しています。だから今後はですね、被害を受けた患者さんに対してどのような医療をしないといけないかを、我々はそれについてのガイドラインを早急に作る必要、診断技術も開発する必要がある、そういうところに来てますから、それはやります。もう一つは、亡くなった方ですでに病理解剖をして、それでも評価不能になっているということを押しずっと押し通すのであれば、これはまたあの弁護士さんと相談して訴訟ということになります。もうちゃんとあの予防接種法に基づいて被害者救済をしてくださいということになります。もうこれはもう日本は幸いそういうことがきちっと法律で定められてて、新たに今法律を作らないといけないというわけではない。だからそういうことについて、我々医師科学者として責任ある行動を一つ一つ取っていくということです。今回その論説にですね、全医療関係者への警告と要請という、まあ、強いような内容が書かれていますけれども、例えばその医療学会ですね、全国の医療学会で、心筋炎だったり帯状疱疹以外にもですね、さまざまな症状の症例報告があって、まあ、全国でその医療学会で300以上のその報告が今されているというのは、私は異常な状態だと思うんですね。この
医療関係者に向けてですね、先生が伝えたいことってどういうことですか。もうはっきりしているのは、もう医療関係者のみでなくてですね、厚労省はワクチン打った人に全員ですね、ワクチン接種手帳なるものを配布して、まあ、原爆のね、被爆者手帳と同じようなもんですよ。配った上で、ちゃんとこれをフォローするように医療機関に周知して、ワクチンとの関連性のあるかないか、あると疑われたらバイオプシーして検査する。これをやるべきだというふうに思います。それから学会の活動というのはなかなか時間がかかります。いろんな意見が出ますから。でサイエンティフィックに見れば世界中からこれについて報告があるわけです。もうすでにいろんなリビューが出てます。だからその中のリビューの一つが自然免疫が侵されるので非常に危険性があると、このことによって何十億という人が健康上の問題を抱えることになるから注意すべきであるというふうに帰結している論文も出てるし、最近では 脳に対するこれの問題についても指摘される論文が出てきてる。だからもう今もう咳を切ったように出てるんです。オウムン金融会については昨年の9月に意見書を書いた時にですね、すでに28件論文が出てる。で日本では亀田総合病院の神楽医師がたちがオウムン金融会の重症例を救ったという例を報告してます。だから論文は次々出てくるので、もうおっしゃる通りにですね、だから日本の研究者もこのワクチン接種後にですね、肺塞栓が起きたっていう、もう当然予想される報告出てるし、だからこれもう脳に入ればワクチンを打つことによって血圧が急に上がったり下がったりすると、こういう現象も起こるんですよ。で一気に上がった時にはもう仕事にならないわけですね。そのうちにくも膜下出血だ脳出血だと起こすわけです。だからこのワクチン接種後の死亡の前例、このお手元にお配りした一番最初の薬剤疫学的な調査の論文にある、単純に死亡原因をずっと評価すると血管系の障害、心臓の障害、こういうふうに続くわけです。それはハンデをしたように一緒なわけですよ、調査のたんびにね。だからこういうことはもうワクチン接種によって何が起こるかというのはもうほぼ明白で、これについて今後診療を、現場の診療をどうするべきかをね、ちゃんとガイドライン、診療ガイドラインを作って、そして被害者の救済を速やかにできるように体制しないと、私はそう思います。ありがとうございます。それではちょっとお時間が過ぎておりますので、あとは個別でということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。やっぱり僕の後ろにはすごく困っている方がやっぱりたくさんついてますから、その人たちの涙、あるいは死にたいという気持ちを僕は代弁して、まあ盾になってでもここでやっぱやるべきことをやんなきゃいけないなという気持ちになりました。それはやっぱ頑張らないとということで決意を新たにしました。